イケメンで海外で活躍してるのに、マスコミが報道しない理由。どうしてなんだろう。イケメン枠でもまだ内田篤人の方が報道多かったよな。イケメンだけど系統が少し古いんだよな。今ヒゲ生やしてちょっと汚い感じになってるからな。テレビでもかなり推したけど、全然人気でなかった&代表で活躍しなかったから、テレ女には人気あったんじゃね。マスコミが求めてるイケメンは甘いマスクだから、キングカズとかウッチーとか西谷純みたいな顔、滝みたいなイケメンじゃないんだな。ウッチーは可愛いポニーって感じだよな。スポンサー力だろ。南の派伝風推しの選手から外れてるってことを。